次は親子で自宅で背筋を鍛えるトレーニングですね。これをやってみたいと思います。まずは、普通に床の上ですね。ここでうつ伏せに寝て、上に乗って足を押さえます。これでこの背筋を鍛えます。さらにこの腰、背筋ですね、もっと負荷をかけたい場合は高い台の上に乗って可動域を広げます。なるべく下から上にちょっと上げて、もっと負荷をかけたい場合はこの首の上、後ろに鉄アレイを乗せたり、ペットボトルも乗せたりして、重りを乗せるとさらに負荷がかかります。以上で、自宅で親子でできるトレーニングの紹介を終わります。